方というものがない。はい、どうも、じゃあ、モナコっていう響きワンちゃんエロい。はい、こんにちは。そうかな。まあ、関西人なんでね。関西人でも関東人でもない。よくわかるっす。はい、さあ、カラダグランプリですか。さっき言ったらさ、終わったと思ってたら。そっちがメインですからね。そうですよね。はい、予想ワクワクしながらね。で、カナダどうなるかなーって。次こそは、次こそはメルセデス7連勝かなーみたいな。まあ、普通で考えたらそうですわ。そうですか。もうこの際だから21勝、はい、まあそうですね、歴史を作ってもらいたいですね。ね、だから過去最高は15勝16戦15勝ですね、本田さん、はい、でもその時文句言ってたやつはいないと思うんだよね。そうですね、連戦連勝でわーわーって言ってたんだから、メルセデスが7連勝8連勝したぐらいでとにかく言わない。いや、まあ本田だったら言わないでしょうけどね。メルセデスだからみんな言うんでしょうね。その通り。はい、でもシューマッハがフェラーリで連戦連勝だった時は、あの時ドイツものすごい盛り上がったわけですからね。あ、そうなんだ。やっぱドライバーなんですかね。まあやっぱドライバーは人だからね、やっぱ感情移入。もしこれが松下信治がね、連戦連勝7連勝だったら誰も文句言わないでしょ、日本。誰も言わないと思うし、多分あの自転車乗ってモナコの坂駆け下りながら歌うと思うよ。はいはい、ゆーくぞーちの果てって知ってる？言わない。あの、サトル中島さんがね、出てた。あ、エプソン CM のね。まあ、彼自身も歌ったりしてましたからね。そうですね、悲しきスイッチ、ね、はい、まあ、バブリーなね、はい、時代でしたけど、はい、さあ、そういうことで、はい、じゃあ優勝予想からいきますか。カナダグランプリいきますか。カナダといえばね、カナダといえば何ですか。カナダといえばもうこれですよ。いきますよ。はい、佐野さんの優勝予想はいきなりいっちゃう。テキ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 テ優勝したらどんなに楽しい旅でしょうからのデデ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 ルルルル。もう言えてないです。言えてないですよ、もう。最初のやつもなんかよく分かんなかったですよ。まあカナダからってもう大ヒットソングですよ、もう。もう世代が違うから。言うて一回り違うんでね。まあ皆さん YouTube で検索してみてください、カナダ。どうやって検索したらいいか分かんないよ、これじゃ。カナダからの手紙で検索してみてくださいね。はい。素敵なデュエットソングですよ。はい。まあ、もう、頼むよ。もう、これで許してくれ。ルグレール。ルルルルルル。さっきルルルって書いたら、ルルルでもう全部ルにしたらっていうから。でも、ルルルルルルルが一個足りなかルル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 。まあまあまあ、いいじゃん、だからフランス。わかんないです。もしかしたら。うん。ノリノリノリレールか。ノリレノリレール。また怒られるから、ね、ルクレールね。今度こそルクレールですよ。この間のだからモナコのね、はいはい、このカラス。さすがの俺たちもちょっと悪かったなって、はい。悪かったなと思って改善するような俺たちじゃないですよ。何言ってるんですか。まあ、多分あのカナダまでの長旅で忘れちゃうと思う。ああ確かに。うん、ただ上がった瞬間は飛行機乗った瞬間は見残ってるな、行くぞ、頑張りますと思ってんだけど、もう着いたらわかる。着いたらわかる。北米なーみたいな。あ、釣りしてるなーみたいな。ほら。まあ太郎さん的にはね。まあカナダって初優勝結構多いですからね。ハミルトンも初優勝も。あ、そうなんだ。カナダだったもん。うん。クビさんもね、カナダで。あ、そうなんだ。アクシデントがあったね。あの荒れたレースですよね。カナダはね、やっぱり我々おじさん世代にとっては、はい、ね、やっぱり高間選手がね、スーパーグリで、はい、あのアロンソ、高間選手ね、高間選手、キレがいいから高間選手、高間選手みたいな、サゴンと、サゴン選手になっちゃう、スーパーグリで言えば、スーパーグリで言えば、サゴン選手、頑張ります、選手じゃなくなっちゃうもん、先生になっちゃう、先生として鈴が来ちゃうんですかね、変な先生連れてくんなよ、まあ、議員先生はいらないからない、日本グランプリに。秘書が増えてるんですよ。あ、マジ？そう、この間も2人いた。マジ？じゃあ俺第3秘書にしてもらおうかな。で、うちの、まあうちのって、まあいいや、うちのガレージ来て、うちの選手と、まあ、しばらく喋ってる。あ、じゃあ坂田、まあ、せっかくあの写真撮りましょうよって言ったら、あ、おろしょって言ったら、なんか、上脱いで、ジャケットに。スーパーグリじゃない。ジャケット脱いでない、下はレーシングスーツ。そうそう。いつでも乗れるように。秘書の方、パシャンみたいな。うざ。
まだ先生じゃないだろうみたいな。そんなじゃなかっただろうさ、ぼっちゃんは。まあまあまあ、だからね、まあ、カナといえば、ね、まあ、スーパーグリもあったし、まあ、タロさんの世代だとやっぱり一番印象に残っているのは、マンちゃんがファイナルラップでね、はい、なんかボタン間違えてエンジン取っちゃったっていう、優勝を降りちゃったっていう、ね。まあ、カナダにまつわるこういうのがね、イメージはあります。アレジも初優勝ですよね、カナダでね。あ、最初に最後の優勝だっけ。そうそうそう。まあ、あれって、だから勝つっていうパターン多いですよね。うんうんうん、あ、だから今年、え、だから結局まだルルルは優勝したことないんでしょ。そうですね。そう、だからもともともう決まりです。ここで勝ったらもう1回だけっていうパターンもない。フェラーリだけにね。ハミルトンだけですよね。ずっとその後活躍してる人。アレジにしても、ケビさんにしてもやっぱり。あ、そうなんだ。まあでもいいですよ、ルルルで。そろそろちょっと赤いところ頑張ってくれないと、あまりにもこう幸薄い、うんうん、もう F1 界のため、も世界のために、そうですね、うん、一文字忘れられちゃうぐらい、もう忘れちゃう、そうです、乗れレール乗りレール乗りレール乗り乗りで行ってくれよっていう、レッテルじゃねえぞっていう、ルハールルハールいいじゃん、なんかラバみたいな乗れルールはいはい、もう知らない知らないまた怒られる乗れルール乗れです、はいはい。じゃあ僕は優勝やそう。あれ今日やつはいないの？やついないですね。やつね。はい。やつは多分その動画の下でコメントつけたらいいね。自分で。ライブちょっとでもないのにコメントつけるって。僕の予想は僕の予想はつって。練習大変だと思う。で編集するんですよ僕が。そうだよね。さあプロの予想いきましょうか。いきますよ。うん、優勝は。山本佐賀。違う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 。ベッテル、おベッド、セバスチャン・フェッテル、フェッテル、セバスチャン・フェッテル、あ、今入るのベッテルなのか、フェッテル、セバスチャン・フェッテル、フェッテル、サッシャに聞いてこい、そうですね、サッシャさん、フェッテルですよね、フェッテル、まあどっちも赤つながる、まあ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 、ここで勝たないともう勝ってこないだろうっていう、そうだよね、でもそうなるとあれだよね、ここが争った場合はちょっと嫌かもね。まあでも意外とセバスチャンカナダ上手だと思いますけど、あ、そうなんだ、うん、意外とメルセデスってカナダ得意じゃないですよ。でも今年さ、低速遅いですよとかさ、なんとか低速速いっていうこう全部改善してきてるじゃんメルセデス。でもやっぱストレートはフェラーリ速いんで、直線番長ってことでしょ。そうそうそう、だから不利な部分が少ない。カナダは試験員かヘアピンしかないので、フェラーリの苦手な部分は少ないし、得意な部分が多いはずはずで、なおかつメルセデスは結構カナダ不得意としてる。パッとは早いけど、うん、結構トラブったりとか割と多いんで。でも割と多かったんですけどねってなりそうじゃね。まあそれは来週見てみましょう。Let's wait and see。 まあちょっとこの辺で勝ってもらわないと困ります。 Let's wait and see、はい、Let's wait and see。ちょっと勝ってもらわないと困るぞと、はい、お前らこのままだと今シーズン面白くなくした A 級戦犯だぞと、うん、まあ本当そうなんだよね、うん、だからメルセデスじゃないんですよ。フェラーリが頑張ればいいだけの話なの、シンプルに、はい、メルセデス以外の選択していくと、まあ、赤に頑張ってもらうしかないってことだよね。そうなんですよね。レッドブルーはちょっと期待が持てなさそう、持てなさそうかなっていう感じが ね、まあ、メルセデスがスペック2エンジンを入れてくるので、そうですよ、パワーアップしちゃいますから、また差は広がっちゃいますよ。じゃあもうルルルもフェッテルもないかな。まあでも予選一発はありますから、フェラーリは予選はね、はい、だからもう予選で前に出てしまえば決勝でもうまく戦えるのではなかろうかと、うん、予選の前でなんかポカやりそうじゃないこの人。この人は決勝でプレッシャーがかかると回っちゃったりするんですけど、まあでもポールからスタートすれば大丈夫ですから。なるほどなるほど、はい、まあ、ちょっと期待しましょうね。期待というかもう最後の望みだと。まあそれはあのタロさんも思いは一緒です、はい、ここでダメだもうダメだぞ。ダメだね、はい、さあじゃあ続いては本田予想、気になる本田予想ですよ、はい、じゃあタロさんからいきますよ。はい、じゃじゃん、ダンタッペソ、タッペンタッペソ2、ガスリー2体や。首跡8位、アルモン滑り込み10位。おお、これ、まあ、ちょっとツッコミどころがありすぎてあれなんですけど、じゃこれはもうタッペン2位はもうとにかく、はい、もう神様仏様タッペン様で、もうタッペン様しかないんですよ。もう本当は、はいはい、だってもう考えてみてください。もうタッペンいなかったら今年いやどう評価そう本当に。だからもう頼むわーっつって、もう優勝なんて言いません。もう2位取らしてやってっていう。
難しいでしょうね、うん、まあそのまた彼の鬼人な走りでね、鬼人な走りでもストレートの速度は上がらないですからね。まあでもそれでもいいんですよ、はい、タラさんで見てもう2、もう2、はい、ガスリーはあのこうちょっといい流れで来てるんですけど、はいはい、うん、ちょっと空回り、ちょっと調子乗っちゃう、うん、空回りで、でも多分その車的な、あ、彼のせいではなくて、まあ、確かにドライブシャフト、うん、またねモナコでもちゃんと予選終わった後決勝に向けて変えてますから、うん、あ、そうなんだ、まあ、やっぱちょっとまだ不安は残ってるんですよ、うん、ちょっとあのマットンと同じな感じでマットンちょっとなんか変なものがついてるんですね。そう、うん、残念だけどちょっとここはちょっとしょうがないなって言ったら、で、クビアトは、はい、まあ、ちょっと なんとなく今気分いいんじゃないかなって、はいはい、本人的にね、はいはい、まあ、だからまあちょっとまあ8時ぐらいに来るんじゃないの。さ、うん、そう、アルボーン、はい、アルボーン、アルボーン、アルボーンは10ちょっと迷ったらこう0にするか1にするか、あ、うん、確かに確かにそれはありますよね、うん、すごい迷ったんだけど、はい、いいやつだから、はい、いいやつありんだよいいやついいね、まあ、この流れ的にもみんなにも突っ込みやすいように、なんでこっちだけリタイアなんだって言えるように10位にしました。なるほど、はい、一応太郎さん的に奥深く考えた2位リタイア、8位10位、はい、これでいきます、はいはい、さあプロの目は、プロの目はですね、まあもうちょっとあれですけども、はい、まああれですから、じゃあ注目ポイントいきましょうか。一応出しとこう、一応出しておきますか、ね、じゃあ、うん、ベスタッペン5位、ガスリー6位、トロロッソは10位、11位ぐらい、うん、ぐらいでもほら、一つはっきりしてるのはガスリー普通の人でしょ。ええー、まあ今の状態でベルスタッペンを上回るのは難しいですよ、うん、まあまあね、そうね、まあ、だチームとしては3番目、はい、まあでもそこを、まあ、2台着実に、はい、まあ、後ろに追いつかれることはないでしょうから、うん、普通に走れば5位6位、まあ、フェルスタッペンを持ってしても5位以上難しいかなっていう感じの、ね、はい、要するにストレートと低速コーナーなので、うん、レッドブルとしてはどっちも得意じゃないなみたいな、どっちも得意じゃないところはどこもダメってことでしょ、はいまあ低速コーナーそこまで絶望的に悪くはないですけど、もうそんなに良くもないので、そうね、ってなるとちょっと辛いよねっていうのが、まあ、新しいエンジン入るしね、はい、でトロロスとはまあギリギリ入賞権かかるかかからないかぐらいじゃないかなと、結局中段グループの中でね、こう上下動みんなあるわけですけど、うんうん、あんまりこう空力性能が問われないってなると、うん、アルファロメオとかちょっと速くなっていくかなっていう感じ、あ、ルノは下がるかもしれないですけど、うん、結構そのストレート重視的なレーシングポイントとか、メルセデスエンジンはレーシングポイントは変わらない、今回は分かんないですね、全員入れてくるかもしれないし、まあ、でもエンジンモードは違うかもしれない、うんうん、まあ、もちろん抑え気味に使いますよね、うん、トロロスも空力効率がいいのでストレートは伸びるし、うん、悪くないはずですが、が、まあ、ちょっとって感じです。あ、そう、ここは同じエンジンもらってるじゃん。そうですね、うん、まあ、あのモナコでもね4台入賞して、うん、ホンダのエンジン良くなってきたからでしょうかっていう質問もありましたけど、うん、まあ良くなってないですから基本的に、なね、パワー的には同じなので、それがモナコでは全く出なかったけどカナダとか行っちゃうとはっきり出るんで、そこまで大きな差ではないとはいえ、やっぱり車でねダントツの強さがない今のレッドブルにとっては辛い、ね、結局ね早めにスペック2と言われるものを投入したにもかかわらず、あれを2と呼ぶべきかどうか微妙だと思いますけどね、ちょっと呼ばない方が良かった気がしますけど、パワーが上がってないんであれば、はい、まあ、ちょっとあんまり期待せずに臨んだ方が、まあなんかあった時に、まあなんか荒れるレースも多いですから雨とか降ったらね、この間も聞いたやんどうがっかりしなかったでしょ、期待せずに見てはね、なんやかんやで僕の予想当たってますからね。そうだね、はい、さあ次注目ポイント、はい、注目ポイント、これね、もう迷ったな、迷ったっていうかね、ないないと、カナダですよ、だって、まあ、荒れるカナダ、何か新しいことが起こるカナダっていうことで、はい、まあ、この間、ね、ジョビナッチも使っちゃったしまあここはね、ちょっとまた太郎さんの原点に戻って、はい、太郎さんが、はい、頼むから頑張ってと思っている、はい、彼でいきたいと思います、はい、ピュッ注目ポイント、ワンチャン今度こそサンダーバード9位入賞、サンダーバード思ってますけど、本当9位ってことはもうワンチャンどころかツーチャンいってるわけですよね、だってさっきはアルモン10位ですね、アルモン上回っちゃうわけですよね、アルモン上回っちゃうわけですよ、どう何をどうやったらなるんですか、うん、
なんか多分なんか中がぐちゃぐちゃっとなった時に、うん、何かこう作戦をミスってたおかげで、うん、なんか浮上してきた。終わったら前にいたみたいな。え、ま、俺入賞みたいな。前にいても多分最終ラップですぐ抜かれると思いますけど。まあでもそれぐらい遅いんだよね。本当にまあむっちゃ遅いわけじゃないですよ。すべてにおいてちょっとずつ遅いんですけど。だから一周してきたらすごく遅いってこと。ストレートが特に遅いんだよな、ウィリアムズ。ストレート遅いのは本当困るよね。空力効率が悪いんですよね。空力が思った通り機能しないからウィング立てて走らざるを得なくて、そうするとストレート伸びないっていうね。でもどうやったらその現代の F1 においてね、どうやったらああいう風に遅い車ができちゃうのか、うん、パディがやった。攻めすぎちゃう。攻めすぎるとその一瞬はいい、例えばこの角度で走ったら時はむっちゃダウンフォース出ますよっていう車になりかねない。この時はすごいんだけど、ちょっとここから動き始めると急にダウンフォースズボン抜けちゃうとかね。でもデザインもかっこ悪いじゃん。でもカウルとか結構攻めてますよね。ああそう、後ろの落とし込みとか、エコーみたいな、あれかっこいいですよ、ね、かわいこちゃんみたいな感じで。色味がちょっといけてないから、あのね、テカリがないんですよね普通、うん、あのいわゆるラメメタリックフレームっていうんですけど、ちっちゃいキラキラがどのチームの塗料にも入っていて、だからパッと見は同じ白とかオレンジでも光が当たった時に実はキラキラしてて見えてるんですよ。だから F1 マシンの色ってすっごい綺麗に見えるんですけど、特に写真とかテレビよりも肉眼で見た時に色に深みがあって綺麗に見えるのはそのせいなんですけど、でもカッティングじゃできないでしょそれ。絶対できない。だからウィリアムズの車ってツヤ感が全然ないんですよ。だからすごいダサい。なんかすごいなんかプラスチックはしてる。すごい安っぽい感じがするのはやっぱり全部がああいうあれならあれで全部マットにすればよかったのに。どうやったらこんなに安っぽく見えるんだろう。カーティングなんだ、ちょっと困るよね。まあ、もちろん白青ってこうバシッていうんじゃないですよ、全体のグラデーションのあるカッティングシートなんだけど、オリジナルで作ったカッティングシートだと思うけど、やっぱりダメなんですよね。なるほどね。まあでも頑張ってよサンダーバードということで、はい、はい、現実に目をやりますよ。はい、注目ポイント、注目ポイント、じゃじゃーん、クラッシュ。クラッシュ多いっけ。多いですから。そこはどこでクラッシュするっけ。昔は最終コーナーの、あのスペインがチャンピオンズウォールって言って、あそこにチャンピオンがぶつかりましたっていう。でも最近あそこは少ないんですよ。そこのクラッシュは少なくて、3コーナー1個目の試験員の出口とか、こうってこうってこう上がるんじゃない、はい、やっぱり出口ではみ出ちゃって読んでますからとか、はいはい、割とありますから。車同士のガッチャンコじゃなくて自分で壁に当たるってことね。そうそう、線でプッシュしすぎてとか、うん、あの車同士のガッチャンコも結構ありますけど、ガッチャンコしやすいサーキットですから、まあ荒れるんじゃないかな。去年もブレンドン飛びましたしね、1周目に。あ、そうなんて、うん、まあ公園ですから、半行動サーキットですから、それなのにスピードが速くてダンボさんがつけられないということで、うん、車は不安定になりますし、疲れやすいと、なんか荒れたレースになるのではないかと。なるほどね、はい、だからまあその結果がワンチャンサンダーバード63号が9位ということもあるかもしれませんし、あと雨とかね、よくあるんで雨はやめてほしいなっていうね。 あそこはだから埋め立て地みたいな声なんだっけ、浮いてるんだっけ。浮いてます、人工の島です。人工島なん、はい、普段は生活道路ではないとじゃないですね、公園の周遊路ですね。周遊路、じゃあ普通に公園に来るような感じでお客さんも来ると。はいはい、じゃあ、ファンゾーンも全部の中である。あ、そうです。あの島の中全部がそうですね。人は住んでないってこと。人は住んでない。へえ。地下鉄走ってる。地下鉄が町からあの川の中を通って一駅、うん。あ、川の中す。公園の中に。はい。駅の中じゃないんですけど、隣の島に地下鉄の駅があって、へー、ここから橋渡ってさっきと入る。あ、じゃあみんな電車乗ってくれば。はい。あ、じゃあめっちゃ便利じゃん。そうですよ。町から一駅。めっちゃ便利じゃん。はい。で、町は大きな町だ。大きな話ですよ、まあまあ。東京とかに比べると全然ちっちゃいですけどね。で、もう一つの注目ポイントは私。ディギ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 ディそう、で、うん、去年古いやつがもうとにかくモントレールのパドックが狭い狭いと、うんうんうん、もうアホみたいに狭い、うん、ガレージも狭いっていう批判がずっとあって、うん、まあでも確かに90年代から使ってる建物で狭いんですよ、うん、それがついに去年レース終わった後取り壊されまして、今年はパドックが新築になってなんかガラス張りのすごい綺麗な建物になり、パドックも今までなんかコンテナハウスみたいなのだったのが、うん、なんかちゃんとしたやつになる
なっているとはずだと、はずだと、まあ、まあでも取り壊してるってことはもう広げる前提だよね。そうですね、取り壊した状態で終わってたら嫌ですよね。あ、そうね、うんうんうん、前アメリカで行ったホテルみたいね、ホテルの敷地行ったらさら地みたいなないみたいな。まあさすがにね、それはないとは思うけど、あ、そうか、建て直すんだ。でパドックの裏もあのボートの競技の川、はいはい、の上に今までちょっと半分張り出すような感じで狭いところにコンテナハウスを建てたんですけど、それがまあもうちょっと埋め立てて、パドックも広くなっているのではないか。埋め立てるって相当コストかかってるはずだよ。もともとなんかその人工島自体がモントリオールの万博を行われたんですけど、1967年か80年か、オリンピックやったでしょ。そうです、その前に万博やった時にモントリオールの地下鉄を作ったその掘った土で埋め立てたっていう島らしい。そういうことなんだ、はい。まあ、またそれもね動画撮ってお届けしますけど。あ、そうだね、ちょっと届けなきゃいけないですね。そろそろね、なんか新しい風が欲しいですね。新しい風が欲しいよね。新しい風が、まあ、この間モナコでね出てくれたファニーちゃん良かったですけどね、思わずおっさん2人がデレデレしてるっていう、ちょっとこれ画面的に見せられんな、うん、ちょっとびっくりだった。最初出てきてうわーと思って。なんか可愛いですよね、一生懸命勉強してるし。そう、だってこれ以上なんでしょ。だってまあそうでしょうね。お嬢様でしょ、はい。まあそう、今各国でね、なんかそういう人がいても、はい、カナダで。だから全編英語で良ければ誰でも出てもらえるんですけど。いいんじゃない？誰が翻訳するんですか。いや、同時通訳何もしない。流しっぱなし英語で。そう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 。視聴者の皆さん、英語がわからないやつが悪いんだよ。じゃあ太郎もダメじゃん。そうだ。そうだけど、でもほら F1 のことを喋ってるわけだから、はいはい、一生懸命リスニング聞いてれば。多分こんなこと言ってんじゃないかな、じゃないかなっていう、うん、だから1日例えば走らない木曜日とかさ、はいはい、の時に英語で出てきてもらってで金曜日に答え合わせと。めんどくさいですね。それ英語のユーザーが送る。あ、確かにそれはあるかもしれないですね、うん、英語の日っていうのが1日あって、だって今は日本語わかる人だけ見ればいいじゃんっていう。そうですね、うん、だから英語がわかる人だけ見ればいいじゃんっていう日があっても別におかしくは、はい、確かに、はい、ということで、はい、じゃあ彼女は行ってまいります。ではまた。はい、じゃあフェラーリの逆襲を楽しみに。こうご期待。期待してないだろ。